今日は瞑想の座り方について話そうと思うんだけども、まあ、いろんな流派によっていろんな座り方があると思うんだけども、だいたい2種類なんだよ。結果ふざか反果ふざかっていう。えー、ちょっと試しに見せよう。結果ふざっていうのがまこの座り方ね。いてててこれ。よししこれが結果ふざで、これすごい痛いんだよ。 特にこっちの下になってる方の足のね、足首が圧迫されてめちゃめちゃ痛いんだけどさ。でも、この結果ふざをマスターしたら、一番理想の形で瞑想ができると言われてるんだよ。確かに、この状態でこうやって瞑想してみると、こう、呼吸がすごく楽にできるし、あと眠くなりにくいんだよね。で、実際、あの、仏像とか、ブッダの肖像画みたいのな見ても、あの、この組み方なんだよ。 だからブッダは、まあ、わかんないけどもこの結果ふざで瞑想してたんじゃないかって言われてるよねでまあさすがにでもこれはプロ仕様の座り方だからい痛いもう素人にはできないとでちょっと素人の座り方、まあ、これができない人への座り方が半可ふざっていうのがあってこうこういう感じでね片方の足だけ乗せて座るやり方 これだったらね、まあ、さっきの結果ふざよりは、楽に座れるんだよ。で、俺も普段はこの半可フ座で、こう、瞑想してるわけだけども、うん、でも、結果ふざと半角ふざ、やっぱりね、うん、呼吸が、結果ふざの方が楽にできるね。うん。半角ふとちょっと息苦しさを感じる時がある。まあでも、それでもあんまり気になんないけどね。 究極の座り方を求めたら、やっぱさっきの結果不座の方がいいんだろうな。うん。で、俺もやっぱりさ、瞑想するなら、それなりの、だから一番理想とされてる形で瞑想したいからさ、頑張って結果不座をマスターしようとしてるんだけども、いかんせんね、なかなかうまくいかないんだよ。こいこれ今日もさ、ちなみにこれで1時間瞑想してみたけども、 40分ぐらいのところでもう挫折したね。あまりの痛さに中断してしまった。でも最初はね、これ10分もできなかったんだよ。今40分できるようになったからな。あんまりさ、座り方にとらわれすぎても良くないって言われてるんだよね。本来座り方なんか何でもいいって言われてるんだけども。でもやっぱりこうチャレンジしたくなるからな。こう気が向いたらこれでやるようにしてるんだけども。 いつかできるようになるのかないてててて。朝40分やった時の痛みが微妙に残ってるわ。うん、なんか YouTube とかでいろいろ調べるとさ、結果不座のやり方、ストレッチとかさ、あのマッサージとかいろいろ出てくるんだよね。で、日々そのストレッチとかマッサージをやって股関節とかを こう柔軟にしとけば、いずれできるようになりますよっていう。うん。なんだっけかななんかの本で見たけど、10年かかって結果ふざマスターしましたとかっていうのもあったからな。でも、あの、やっぱりマスターしてよかったと。結果ふざマスターしたおかげで、一番理想的な形で瞑想できるようになりましたっていう。とはいえ、 その人もやっぱり、あの、らわれすぎるのは良くないですねって。理想的な座り方は結果ふざだけども、別に、あの、らわれないのが瞑想だから、そこら辺は柔軟にやってくれって。できないんだったら別に、反ンカふだろうが、椅子に座ろうが好きな座り方でっていう。うん、まあ、なんだろうね。俺が行ってる瞑想センターでは、特に座り方は決められてないんだけども、 日本の禅寺なんかでは厳しく決められてるよね。この、在家の人は繁華不座、結果不座で、僧侶の人は結果ふざのみ許,許されるって他の座り方はダメだよっていうね。一番最初に入門して、で、まだ足もできてないのにいきなり結果ふざで座らされてさ、<laughs> 大丈夫なのかなって。 まあでも強制的にやらされてるうちにできるようになるもんなのかな <laughs>。まあいつかはね、俺も結果不座で瞑想できるようになればいいけどね、うん。まあ少しずつ毎日ストレッチをやりながら股関節を柔軟にしていくしかないな。日々のストレッチが大事ってやっぱどのサイトでも書いてたからな。じゃあ今日は、まあ瞑想の座り方について ラジオにしましたそれじゃあ